スターリン様式の赤モンビル地下鉄、クラースヌイエ・ボロータ駅近く、サドーボエ環状道路は、ロシアモスクワ市内にある環状道路の一つである。スハレフの東海そうなって、緑の景観を取り戻したサドーボエ環状道路。サドーボエ環状道路はもともと、クリミアタタール人に攻撃された後に、ヒョードル一世の時の1591年に、土塁のスコラドームであったところである。 それからミハイル・ロマノフの時代に、ゼムラノイバルと呼ばれるより高い城壁になり、この名称はこの環状道路南東部部分にそのまま残っている。城壁の周りには全体で34の門があって、町へ出入りできた。19世紀になり、城壁は不要になって取り払われて、10から23前の道路となり、道路に沿った建物は植物を植えた庭を作ることを条件に強化された。 1850年頃までには、道路からは、建物は、庭木の影で見えないほどになっていたので、サドボエ環状線という名前で呼ばれるようになった。20世紀になって、1935年には、ヨシフ・スターリンがこのサドボエ環状線を30から40メートル幅に、するように計画を進め、スターリン用式建物も多く建設された。 1938年にはこの環状道路の路面電車を廃止した代わりに南と東部分は地下鉄環状線が作られ、ただしこの地下鉄環状線の北と西部分は鉄道駅に接続するため佐防衛環状線の地下を通っているわけではない。21世紀になって元の自然にあふれたガーデンリングに戻すような計画も進められている。モスクワの環状道路。 ありがとうございます。